理科って呼んでください。生理科よろしくお願いします。はい、3日間コンサートありましたけれども、チームエイト休止ですあのね、この件に関してはですね、皆さんが一番うわーってなびっくりしたかなと思うんですけれども、私も半年ぐらい前にスタッフさんからチームメイトね、そろそろねみたいな感じで聞いていて、で結構前なんですけど、それってそうなんだと思って、でも全然そのいつかな、まあね、ワンチャン年内みたいな感じだったんだけど、でも全然、でも年内と言ってもそんなね、いつだろうなって感じでずっと時が流れていって、でそれで話し合いみたいな時にチームメイトの初期から関わってくださってるスタッフさんとかみんな集めて、でコンサートの数日前にね集まって、でそれでチームメイト活動休止ですみたいな、うわーってなったよね。やっぱそうなんやと思って、でもちょっと分かってたんで、なんかあーそっかっていう、あーやっぱそっかっていう感じだったんですけど、なんかそのずっとチームメイトを返すね、チームメイトをずっと支えてくださってたというか、もうずっとイベントとかそのテレビの時とかね来てくださってた方とかが、そのチームメイト最初はこうこうこうでみたいなちょっと歴史を語り出して、そこでもすんみたいな、寂しい、なんかやっと実感してきて、でそのわーって泣きまして、まずでそれでまあコンサート当日になって、でそのコンサートの前に今日この発表がありますみたいな、8以外のメンバーの人にも発表があって、お知らせがあって、でそれでその後すぐコンサートで、もうドキドキしました。もうついに今日発表されるんかみたいな、7日の日にね、もうついに発表されてしまうのかと思って、複雑な心境だったんですけれども、いざ発表されると、あの映像よ、3分ぐらいのあの映像がまたエモくて、なんか本当に終わるんだと思って、大泣きまあ、来年の4月3日にコンサートっていうか、4月3日にコンサートあるかは知らないんですけど、公演、劇場公演かなんか、なんかいつ何があるかちょっと知らないんですけど、コンサートとか、まあ、公演とかもありますので、その日までは
チームエイトって名乗れるので、あのその日までエイトの応援引き続きよろしくお願いします。その後はまあエイト休止なんですけど、私はチーム A のメンバーとしてこれからも AKB48 で頑張ります。 AKB48 チーム A かっこチーム8って感じ。兼任とは言わなくなりますね。そしてチーム A だけになります。主な休止要因、いやまあいろいろ理由というかいろいろ聞きましたけど、まあめっちゃあの納得、納得せざるを得ないような理由みたいな感じでしたね。でもあの休止なんでまたいつかあの急にエイタのコンサートやりますみたいな感じでなるかもしれないしまあ休止だからね、何がどうなってどうなるか分かんないから、ちょっとそう完全になくなるわけではないので、まあでそこは良かったなって感じなんですけど、エイトがあったから今の私がいるので、まあ、これからはエイトの経験をもとにチーム A だけになっても頑張りたいと思います。まあ発表関連で言うと、昨日はトムさんが卒業発表をしました。びっくり、私裏で学園じゃなくてステージ裏かのモニターでちょうどショーファイトを見てて、リクアワの時っていつもショーファイト入るよなーっていう、こういう軽い気持ちで見ててすごいなーと思いながら見てて、こうずっと見てたんですけど、急にでトムさんはもう本当にあのよくあのおしゃべりする方というか、レッスンとかで会ったらめちゃめちゃお話ししてくれるんですね。よくそんなにお話の話題が出てくるなってぐらいすっごいお話ししてくださるんですよ。なんかすごいトーク力がすごいなっていう、あの尊敬する先輩なんですけれども、めっちゃびっくりしました。びっくりしたしね、あのプロデュース48の時も一緒で、あのトムさんがいてくださったからちょっと頑張れたみたいなとこもあるので、寂しいです。であとは今日は18期生のあのもうあの募集しますみたいな、もう募集始まってるっぽいですけど、それはマジでサプライズすぎて、トムさんのも全然知らなかったんですけど、あの本当に18期生はサプライズすぎて、えみたいな。17期生がまだ研究生で、研究生公演も始まったばっかりというのに、えみたいな、もうびっくり、あのすごいですね。17期生がちょっと泣いてたので、あのまあ不安な気持ちがまああるのはすごくまあわかりますしね。ね、いやー複雑でしょうね。終わってからもずっと泣いてるメンバーとかもいて、ちょっと
ああ大丈夫だよみたいな感じで、まあ、みんなで励ましたりとかしてたんですけど、もう不安ですよねみたいな。そんなこと言ったらね、もう後輩が私もまあ増えるというわけなので、いよいよ若手というか、まあ、今回のカップリングではセカンドジェネレーションに入れてますけど、もういよいよ上の方に入ることになりますので、まあ、ちょっとなんかそういうこれから先のことも考えていかないといけないのかなっていうこともなんか思いましたよね。3ヶ月ギリギリ、そう、でもセカンドジェネレーションの中だったら私が最年長だったっぽくって、それはそれで複雑やなと思ったんですけど、まあまだいけるよね。若い時に入るとね、こうスタッフさんとかにも年聞かれて、まあ、身長伸びたねみたいな、まず久しぶりに会ったスタッフさんとかに身長伸びたねみたいな言われて、何歳になったのみたいな、あ21ですみたいな言ったら、あまだ21みたいな感じで言われることもあるので、まだいけます。そうですね、カップリングリカワの方でマジカというカップリング曲を初披露させていただいたんですけれども、今までにないような曲調でですね、なんかセリフがある楽曲なんですけど私のセリフ聞きました？滑り止めと遊んでたっていうこのこのねセリフなんですけど、ちょっとおもろいですよね。なんか初めてすぎる楽曲で、あ、タワーですか？あ、タクさん、マイメロディーのタワーありがとうございます。かわいい。そう、さっきからねポムポムプリンとかね、シナモロールとかクロミちゃんがいっぱい飛んでるの嬉しい、ありがとう。でまあ今日はまあね、一旦発表があったよみたいなことを話そうと思ってたので、まあ明日か明後日ぐらいにまた武道館コンサートの楽曲の振り返りとかしていこうかなって思いますね。なので今日は一旦もうそろそろランキング読みます。明日もレッスン、いよいよついにですね、来週は北海道に行きますので、イベントで北海道のリハーサルがもう来週は盛りだくさんですので、そちらを明日頑張りたいと思います。明日からレッスンです。あ、そう、14日も楽しみ。そう、14日はゆりなちゃんと南恋公演があります。もうこの前やったんですけど、もうやらないかなと思ってたんですけど、またマネージャーさんに2人公演やりませんかって言われて、あ、はいみたいな感じで決まりました。そうなんですね。なので来てください。公演の劇場に入れる方の人数もう全員満員というか250名様でしたっけ、入れますので、ぜひ来てください。ですね、北海道に行く方でね、結構
イベントが重なっているからね、ちょっと行けないかもという方もいらっしゃるんですけど、まあもしまあなんか予定空いてたら、予定空いてたらっていうか、まあ行けますよって方はぜひ来てください。来れない方はオンデマンドがありますので、オンデマンドとかあと VR もあるので、そちらもよろしくお願いします。オンデマ見てじゃん。あ、それで、来週中に。ま、カローンちゃんグッズの情報解禁がありますので、お楽しみに。ついに来週中にあります。来週後半ですねに、マカローンちゃんグッズの情報解禁もありますので、よろしくね。お楽しみにって感じです。ついに。っていうかペンライト、白いペンライトちゃんと3本振ってる方、な3日間のうちにもういろんなとこ見つけて、あと白いペンライトとセリカのうちわみたいな、3本じゃないけどうちわと白いペンライトみたいな感じで持ってくださってる方もいて、あのやっぱねめっちゃ分かりやすいわ、白3本っていうかすぐ見つけたし、あ白かったら一旦見ようと思っても、白いとこをじーって見てたらセリカって書いてるうちわとか見つけたりして嬉しかった。しかももう今日なんて特にですけど、めっちゃ大人数で、まあ、私なんてその端の方でね、まあ、踊ってたやつ3列目とかで踊ってますけど、それでなんかこうパッて白いとこに手振ったらこう白いペンライトこうやって揺れてて、あ見てくれてると思って、なんかそんなモニターに映ってない時でもっていうか、どこにいてもこう見てくれてて、私こう手振ったらこう気づいて反応してバーって言ってくれるっていうのは、あの嬉しかったなって思います。今回衣装も可愛かったので、衣装での写真もいっぱい撮ったので、インスタの毎日投稿は困りません。もうしばらく当分は今日のコンサートの写真とか、あとマカロンちゃんグッズ解禁されたらそれも載せたいし、北海道の衣装でも撮りたいしねっていう感じで、ストックがもういっぱいできてもう最高です。武道館のレッスン期間マジでインスタの写真なさすぎてプリンとか載せたからね誰が見たいねみたいなプリン載せて、でもあれ可愛いからね見た目が、なのであのはい、まあこれから何日ぐらい持つかな、1週間2週間ぐらいは持つと思います。2、3週間は持つと思うので、そうですねまたいいねとかよろしくお願いします。全員がネタ切れを感じたプリンマジでだってあれ今日食べましたとかじゃないのよ、本当に半年とか1年ぐらい前のこうやってで写真フォルダこうやって漁って、あこれ可愛いと思ってプリンにしましたいつかあのアーカイブでなんか消すかもしれないぐらい、あの本当に困った時の写真でも見た目可愛いですよね普通にね。じゃあね、ちょっと
また楽曲とかの感想は明日明後日に回しますので、今日は一旦ランキングを読みます。ショールームのお話のネタもこう小刻みにねやっていくというスタイルですね。はい、読みます。13位、ジェファーアット武道館コンサートお疲れ様さん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、ヨッシーアット VR 3位お疲れ様さん、ありがとうございます。ありがとう。3位嬉しかった。11位、ケンパーアットせいちゃんすっぴんも可愛いよさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、吉本レッツアットセリちゃんが一番セリカラブーさん、ありがとうございます。ありがとう。9位、7番目のおっさんアットセリちゃん夜ご飯食べた？食べたよ、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、ひのちゃんの中心アットセリちゃん今何飲んでるの？緑茶、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、まさのぶアットせりちゃん今日も白かったよさん、ありがとうございます。書いてないけど。6位、中心アットせりちゃんは今日も可愛くて癒されましたさん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、スイカの種あったライブ3日間お疲れ様さん、ありがとうございます。ちょっとてんてんてんになってる、いい感じに読めてたのにな。4位、淡路の黒ひょうあった武道館コンサートお疲れ様さん、ありがとうございます。ありがとう、楽しかった。3位、スイートラブあったせりちゃんの好きなサンリオキャラクターは何ですか？キリミちゃんです。そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。2位、赤いゾウさんあとヘナチョコでごめんねさん、ありがとうございます。ありがとう。そして1位はタクあと武道館お疲れ様タワーさん、ありがとうございます。たくさんタワーありがとう。はい、他にも皆さんもありがとうございます。はい、そうですね、今日も楽しかったです。皆さんもお疲れ様でした。 VR の映像コンテストも3位で、中間発表から3人1位の順位は全く一緒で、あ、すごい、逆に逆にすごいなっていう感じでね、すっごい嬉しかったです。再生数とかも見させてもらったんですけど、本当にたくさん再生してくださって、皆さんの応援があったから、ヘビーローテーションでね、3番目の立ち位置で踊ることができました。本当にありがとうございます。 VR の撮影も楽しかったし、皆さん見てるよって言って、あんなちょっとカオスな映像をね見て幸せリカになったよみたいな言ってくださってね、本当に嬉しかったです。はい、今回のコンサートは VR カメラが本当にステージのすぐそこにあって、よくこう手振ったりとかしてみたんですけど、 VR 見てた皆さん気づいたかな。まあまた
アーカイブみたいなのもありあるっぽいような感じなので、また見てください。それじゃあですね、今日はお風呂に入って寝たいと思います。明日はレッスンです。レッスン頑張ります。ショールームはまた時間ができたタイミングでしますので、また見てください。はい、ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。